はい、今回はゆるキャンでもおなじみホットサンドで肉まんを作っていきましょう。ではどうぞ。というわけで、ホットサンドで肉まん焼いていきました。いやー、美味しかったですね。まあまあ再現できたんではないですか。ではですね、今日はこの辺で。ありがとうございました。めっちゃ焦げたんですけど。これオフショットで。